イラクリ・ガリバシビリは、ジョージアの政治家、実業家、現在、同国首相。2013年から2015年にも、首相を務めた。2012年に、実業家時代の名優ビジナイバニシビリと共に、政界入りし、イバニシビリ政権で、内務大臣を務めた。2013年11月、イバニシビリは、ガリバシビリを公認に指名して、首相を辞任。ガリバビリが、 ジョージア首相に就いた。ガリバシビリは2015年に33歳で1期目の首相を辞任したが、この時彼はキム・ジョンウンに次いで世界で2番目に若い国家指導者であった。1988年から1999年までデドプリス・ツカロの中等学校に在籍。1999年から2005年までトビリシ国立大学で国際関係論を研究し、 修士号を取得。また2002年から2004年までパリ第一大学に留学。ガリバシビリは2004年から実業家、ビジナイバニシビリとともに事業を開始。イバニシビリが所有するカルトグループの建設会社ブルジの物流部門に携わり、2005年に事前財団カルトで総裁に就任。2007年にカルト銀行監査役会理事。2009年、 ビジナイバニシビリの息子ベライバニシビリが設立したレコードレーベルジョージアの夢で取締役に就任。2012年2月にビジナイバニシビリが政党ジョージアの夢イコール民主ジョージアを立ち上げた際、ガリバシビリもジョージアの政治に関与するようになった。ガリバシビリは決闘メンバーの中の一人であり、当初は党の改正委員長を務めた。 ガリバシビリは2012年の総選挙で候補者の透明簿に登録された。野党連合ジョージアの夢が総選挙で勝利すると、ガリバシビリは2012年の国会において、ジョージアの夢イコール民主ジョージアの党派代表となった。2012年の総選挙で、ジョージアの夢が勝利した後の10月25日、ガリバシビリは、イワニシビリ政権で内務大臣に任命された。 この時がリバシビリは30歳であり、政権内で最年少であった。ジョージアのメディアは、イバニシビリの右腕と言及した。ジョージア警察、治安情報局、国境警備隊、海軍を監督する機関である内務省を改革することは、ジョージアの夢が選挙前に掲げていた公約であった。 内務省は2012年から2013年にかけて、前大臣バチャナアハライアやイバネメラビシビリラ複数の高官を逮捕した。これは選択的司法や政治的復讐への懸念につながり、国内野党や国際メディアからの批判を引き出した。内務省もまた、選挙後の犯罪率上昇に直面することになった。ガリバシビリは逮捕に関して、 法律と司法に厳格に従っていると擁護し、軽微な犯罪の割合は増加したものの警戒はしていないと主張した。2013年10月、ビジナイバニシビリ首相は大統領選挙後に辞任する意思を表明し、2013年11月2日に後継者としてカリバシビリを指名した。カリバシビリとその内閣は2013年11月20日に、 ジョージア議会において93から19で承認を受けた。憲法改正によっていくつかの権限が大統領から首相、議会に移譲されたことでガリバシビリは政治的に強力な地位についた。ガリバシビリは野党統一国民運動との議会討論において経済の改善を公約し EU や NATO への加盟が外交上の優先事項であると強調した。 2013年11月24日、ガリバシュビリは、イワニシュビリの公認として、ジョージアの夢イコール民主ジョージアの当主に選出された。2015年12月23日、ガリバシュビリは、辞任を発表。この突然の動きに関して理由は示されなかったが、11月の世論調査では、ジョージアの夢の支持率が18%と、低く。 さらに2016年の総選挙を控えていたことが要因に挙げられると報道された。野党議員や政治評論家、各種メディアは、この辞任について、連立与党ジョージアの夢に対する支持率の低下、全首相ビジナイバニシビリからの圧力、あるいはギオルギマルグベラシビリ大統領との緊張関係が理由の可能性にあると推測した。ガリバシビリは外務大臣、 ギオルギクビリカシビリに権限を異常し、12月30日に辞任した。任期中、ジョージアの新憲法の規定に従い、安全保障危機管理評議会を設立。またアメリカ、イギリス、イスラエルとの技術援助を受けて、危機管理統一調整センターの設置を行った。加えて、国の経済政策を調整するため、経済評議会を設立した。ジョージア政府は、 欧州連合を直接的に支持し、人権に関する戦略と行動計画の策定を開始した。ガリバシビリ首相は2013年12月4日の人権会議において、ジョージア政府の活動に関する声明を発表した。ジョージア政府の人権戦略は7年間に及ぶものであり、政治サイクルに左右されないものと述べた。ガリバシビリはアルメニア、アゼルバイジャン、トルコ、 複数のヨーロッパ諸国、アメリカ、イスラエル、中国を訪問し、いくつかの国際首脳会談や会合に参加した。ロシアとの関係の改善は図られたが、相互の公式訪問はなかった。欧州連合との関係は優先事項であり、ビリニュス首脳会談を皮切りに、2014年6月27日の EU イコール、ジョージア連合協定の締結に至った。 この連合協定は2017年からの適用開始となり、ジョージアと欧州連合の間での進化した包括的自由貿易協定や、ジョージアから支援原権へ旅行する際の車称免除が合意された。2019年に実施された政府に対する抗議でもの中で統一国民運動のニカベリア議長が大規模な暴力を先動したとして、2021年2月、トビリしの裁判所は、 メディアの逮捕を命じた。ギオルギガ・ハリアが、この決定を批判して、首相を辞任したことを受け、ガリバ・シビリが、与党より、公認の首相に指名された。2月22日に、首相就任。ガリバ・シビリは、ヌヌカ・タマザ・シビリと結婚し、以下の三男一女を設けた。岐阜のタマズ・タマザ・シビリは、警視総監を務め、2011年10月に、武器。 爆発物を違法に運搬、所持した罪で逮捕を受けた。玉座しビリは当時の野党ジョージアの夢の一員であり、逮捕は政治的動機に基づいていると主張した。ジョージアの夢が2012年10月に政権与党となった後、玉座しビリは釈放された。ありがとうございます。